はいどうも、ピーパです。今回はテドラさんからモニター提供いただきました、ジョウロで綺麗メダカ鉢とメダカの浮かべるデジタル水温計のレビュー動画です。これまでのメダカ鉢にはない面白い機能がついていて、屋外で周りにプランターなどを並べて使いたい方にはぴったりの商品です。ジョウロで綺麗メダカ鉢はサイズ、形、色で全4タイプあります。四角いタイプが20袋、サイズは 20cm×22cm×19cm、 水量は 3.5 リットルです。40袋、サイズは 40cm×22cm×19cm、 水量は8リットルです。丸い形、丸30袋、サイズは 30cm×30cm×19cm、 水量は 6.5 リットルです。そして丸30見かけ、サイズは 30cm×30cm×19cm、 水量は 6.5 リットルです。今回は丸30袋をモニター提供いただきました。なぜこれを選んだのかというのはちょっと理由があるので、後ほどご紹介したいと思います。商品のセット内容は各部共通のパーツもありますが、こんな感じになっています。共通パーツは底面スノコ、通水パーツ、エルボ、オーリング。四角いタイプには排水口が2つあるので、止水キャップと止水栓がついています。それでは本体と各パーツのサイズの詳細を見ていきます。まず本体サイズですが、直径は商品名通り 30cm、 内径については 27.5cm ぐらいです。縁の幅は 1.2cm くらい、何か引っ掛けるときは参考にしてください。高さは 19cm、 形状としては鉢の途中まで太さが均一で、途中から底に行くに従って若干直径が小さくなります。鉢底部の直径は約 20.5cm、 関係ないけど日本製ですね。鉢の底面部は湾曲してて測りづらいんですけど、平面部分が 17cm 未満、垂直になってくる部分が 20cm ぐらいですね。そして各パーツを詳しく見ていきます。底面スノコ、こちらは直径が 8cm、 パイプ部分は 3cm です。裏側にはおそらくへこみ防止の補強パーツが2本入っています。スノコ全面に穴が開いてるんですけど、穴の直径は約 2.3 ミリです。これより大きい汚れは穴に通りません。通水パイプの太さは細い部分で 28.4 ミリ、太い部分で 35.8 ミリです。パイプの高さはカーブしているので場所によって異なりますが、真ん中ら辺で 6.4 ミリ、通水パイプの中には高さ4ミリぐらいのものを通すことができます。本体側面にはエルボを通す穴が開いています。この穴の直径はちょうど2センチですね。そしてエルボーパーツ、塗水口の外径は約16ミリ、内径は約14ミリです。付属のオーリングは外径28ミリで内径20ミリ、厚さは 0.8 ミリのタイプです。それでは組み立てていきます。組み立てはめちゃめちゃ簡単。エルボーにオーリングを通します。そしてエルボーを本体の穴に通します。そして底面スノコを鉢の底にセットして、通水パイプは上と下向きが決まっています。上には水栓も刻まれています。この下にある出っ張りを鉢の底にあるくぼみに差し込むわけなんですけど、この時上の切り欠きにこの部分をはめ込まないといけないので、上の切り欠きに通しながらこのパイプを押さえ込んで上から差し込むとすんなりとはめ込むことができます。もしくは下の部分だけ通してしまって、上はつまめば歪むので無理やりパチンとはめ込む、どちらでも構わないと思います。組み立てはとても簡単です。ではここからこのジョウロで綺麗メダカ鉢の特徴についてご紹介をします。パッと見でわかると思うんですけど、この底面スノコと通水パイプ、そして側面についている塗水口、これが特徴になるんですけど、これらがどうやって機能するか簡単にご紹介します。実はこの鉢、鉢の底に溜まったメダカの糞だったり食べ残した餌、それらの底に溜まった汚れをこちらから鉢の外に排出することができます。なぜそんなことができるのかというと、例えば屋外とかに置いていて雨が降った時、もしくは周りになんか花とかプランターとか置いてて、水をやる時ジョウロでジャーって全体に水をあげる時に、この鉢に水を注ぐと鉢の中の水がどんどん増えていって、ここにある穴から水が流れ出します。この通水パイプを外したこの状態だと、溜まってきた水の上積みだけこの穴から流れていきます。ところがこの通水パイプをつけると穴が塞がれてしまうので、溢れた水は鉢全体からこぼれるようにしか出なくなります。ただこの鉢の場合は水の逃げ場が1箇所あります。それが底面スノコ、
このパーツが1本のパイプになっていて、雨とか水やりで鉢の中に増えてきた水を鉢の底面から排水することができます。この仕組みを一言で表すと、足し水だけで底の汚れを押し流す。面白い商品を出してきましたね。あ、断面図これ見ればわかりますね。底に溜まった汚れがパイプを通じて外に流れ出します。ではここから実践編です。皆さん一番気になるのが、そんなにうまくいくんですかというところだと思います。今回はこの鉢の中にメダカの餌を想定して、こちらの粒状の餌、これを入れて鉢の底に沈んだ状態にしておきます。こんな感じで鉢の底に餌がまんべんなく沈んだ状態になりました。ここに雨だったり上路とかで水を足していくと、底面のすのこを通って通水パイプを通って横の排水口からこのタッパーの中に汚れとともに水が出てくるはずです。ではこの上路で水をあげてみます。まさか家の中で上路を使う日が来るなんて思わなかったんですけど、いきます。ちょっと水面が波打って中の様子見えないんですけど、少々我慢してください。お、水が出てきました。水が出て、鉢の水は溢れてないですね。あ、とはいえ若干溢れそうかな。はい。どうでしょう、水はじゃんじゃんと流れています。そしてこちらの底に沈んでいた汚れは、足し水によって水中に舞い上がっちゃってますね。汚れの吸い込み具合はというと、思ったほどぐんぐん吸い込むっていうわけではないですね。見ての通り、すのこに乗っかった汚れは吸い込まれるんですけど、すのこの周りに乗っかった汚れはそのまま動きません。これはちょっと予想よりもあんまりうまく機能しないのかな。ちょっとすのこ外してみますね。すのこの中には若干残ってますね。ある程度の汚れは排出されたんですけど、鉢の中には大部分汚れは残ったままです。ただ今回は上路で一時的に足し水を行ったからこの結果になったのかもしれません。次にずっと雨が降り続いているような状態で実験をしてみたいと思います。ずっと雨を降らせるのは、台所で蛇口から水を出し続けて再現したいと思います。鉢の中には先ほどと同じように餌が入れてあります。雨降りスタート。10分ほど蛇口から水を流しっぱなしにしたんですけど、多少底にあった汚れは取れたんですが、やっぱりある程度残っています。上から水が足されることで、鉢の底にある水から外に出されるんですけど、どうしてもすのこが中央部にしかないので、そのエリアの汚れしか出すことができません。仮に中にメダカがいて頻繁に泳ぎ回って隅に固まっている汚れを動かしてくれると、その汚れが排出されることもあると思うんですけど、ガンガン汚れを排出するっていう感じではなさそうですね。さあ、ここで勘のいい人なら気づいたかもしれません。鉢の底の端っこに餌が残るんだったら、この水をかき混ぜれば汚れはすのこのある中央に集めることができるんじゃないかと思った方いると思います。実は僕が今回丸型を選んだのはそこで、すのこからの距離が円形だと全部等距離になるのと、かき混ぜた時に効率よく汚れが真ん中に集められるかなと思ったからです。これも実際にやってみましょう。さっきと同様に餌を入れて、これをかき混ぜて鉢の中央に集めます。渦の中心に汚れが集まっていきました。すのこには穴が開いているので、すでに穴に落ちている汚れもあります。このように鉢の中で渦状の水の流れを生み出すと、そこに溜まった汚れは全部中央に集まってきます。ここで雨とか足し水が発生した場合に、すのこに落ちた汚れが鉢の外に排出されることになります。なのでこの製品を効率的に使いたい場合は、定期的に中をかき混ぜて汚れを中央に集めると効率よく汚れを排出することができます。鉢をかき混ぜて真ん中に汚れを集めた状態で水を注いでみると、あ、すごいすごい、
見ての通りスノコの中に溜まっていた汚れも含め大量の汚れが排出されました。鉢に渦状の水流を作ることで効率よく汚れを排出することができます。ただ中にメダカがいた場合かき混ぜるのはちょっと抵抗ありますよね。あとメダカ鉢をビオトープのように使っている方は中に赤玉土とか入ってたら汚れを巻き上げてしまいますし、レイアウトも壊してしまうかもしれません。というわけでここまでが通常利用による商品レビューでした。良い点悪い点まとめてみると、良い点はやっぱり足し水をするだけで鉢の中の水が入れ替わっていく画期的なシステム。特に鉢の中の汚れは底部分に溜まりやすいので汚れた部分から積極的に排出してくれるのは画期的だと思います。そして個人用途では使いやすい 6.5リットル、これはもちろん鉢のギリギリまでの水量じゃなくて貯水口から水が流れなくなる実質的な水量になります。またここから出てくる水は魚の糞などを含んだ水なので植物の肥料として活用できるかもしれません。屋外とかに置いとくとこの下だけ植物の育ちがいいとかそういった現象が起こるかもしれない。逆に良くなかった点なんですが、想像してたより積極的に汚れを排出してくれるわけではありませんでした。どうしても中央のスノコ以外の部分に溜まった汚れについてはなかなか排出されませんでしたね。それと塗水のスピードがちょっと遅いので雨の量が多かったりすると排水が間に合わずにオーバーフローしてしまう可能性があります。今回動画を撮影していく中でも上路で注いでいるだけでたまにオーバーフローしそうになりました。それと屋内で使う場合に注意なんですが、この塗水口は蛇口とかストッパーがついてないので不意に鉢が揺れたりすると水が出てくる場合もあります。屋内で使うときはこのエルボーを上向きにしておけばいいんですけど、このエルボーをぐるぐる回してるとオーリングが機能的に弱いのかここからちょっと水漏れすることもあります。屋内で利用する方はご注意ください。というわけで今回はテトラ上路で綺麗メダカ鉢のご紹介でした。鉢の底に溜まった汚れを鉢の外に押し出す特殊な機能を持ったこのメダカ鉢、これはカスタマイズのしがいがありそうです。もちろんこのまま使うのでもいいんですけど、いろいろと考えてることがありますので今後別の動画で公開できればなと思います。もし気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。こちらのメダカの浮かべるデジタル水温計のレビュー動画もアップしてますので、よかったら動画説明欄からご覧ください。こちらもメダカ飼育者にとっては必見の商品になっています。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。